皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日は2024年9月の30日月曜日でございます。気温は25度といったところでございましょうか。そしてなんと本日お便りめにめにいただいてますから、もうありがとうございます。ですから僕の余計な冒頭のあれこれは省き、もうお便りコーナーに行っちゃいたいと思います。行きますよ。じゃあ行かせていただきます。じゃん、ペンネーム、こたつ猫さんよりいただきました。こたつ猫さん、お便りまたありがとうね。こたつ猫さんからの連続なお便りで、やっぱりこたつ猫さんのお付き合いくださる感じがとっても僕はありがたいですから、というところでございまして、もう本当に恒例となってまいりました。こたつ猫さんからでございます。ありがとうございます。では早速どういった内容か、はい、お読みしたいと思います。いきますね。じゃん、リス君こんにちは。はい、こたつ猫さんこんにちは。本日もどうかよろしくお願いいたします。いつもこうしてお付き合いいただけることが、もう僕はなんだか、どうやったら、じゃあこたつ猫さんにそのお付き合いくださるお返しができるのかと、考えちゃう次第でございます。では引き続き読ませていただきたいと思います。いきますよ。じゃん、オーブントースターって書いてあったんですね。タイプミスです。レンジで温めるならネギと醤油かけてからラップなしで温めてるといいかもしれません。でもネギ嫌いなんですね。なので無理しないでください。揚げをピザ生地の代わりにするレシピありますよね。やったことないですが、では今日も素敵なことがありますように。と、もうすでに素敵なことをいただけましたから、とは思いますよ。今日も本当にお便りをいただけたことによって、とってもやる気の出る放送で臨ませていただきました。そうなんでございます。ですからいいことがもう起きちゃったということを言わせていただいて、ちょっと冒頭から振り返っていきましょう。はい、ちょっとそうですよ、ものすごい気になるご発言ありましたよね。はい、ものすごい気になる、それがはい、そうなんです。まずオーブントースターって書いてあったんですね、ということでございます。そうなんです、オーブントースターって書いてありました。あー、なるほどな、オーブントースターっていうのはきっと大きいとオーブントースターなんだろうな、というところで僕は思っておりました。がしかしですよ、はい、タイプミスです。シンプルに、はい、もうびっくりいたしましたよ。そんなことございます？おおって言えちゃいます？おおって一文字ならああなるほどなってわかりますけど、2文字、ああでも確かにおおぐらいならありえますかね。大きいって入れちゃってたら、いやいやそんな大きなタイプミスはないよみたいに思いますけども、
おおまでなら、ああじゃあじゃあ、ああそうだったんだっていうような感じになりました。じゃあじゃあオーブントースターでよかったんですね。オーブントースターでというところでございますから、まあまあ一般的な、はい、そうなんですよ、いろんなものの焼けるオーブントースター、これでございますよね。はい、もうちっちゃいものもありますし、結構そのちっちゃいものでしたら多分今の値段にすると2000円くらいで買えちゃうんじゃございませんでしょうかね。オーブントースター、僕はちょっと一時期悩んだりいたしました。使うかな使わないかなって。ただノンフライヤーみたいな、なんかそういう機械もあるんですよ。はい、ノンフライヤーっていう、なんかこうあのボックスに入れると、ボックスに入れてそしてチンして温めるみたいな、そういうのもあるので、オーブントースターはどうしようかなみたいなところを考えたことはあります。はい、ですのでじゃあじゃあそうですね、まあまあここら辺はオーブントースターじゃなくてもいい、そういう方法もお教えくださってますからね。それがレンジで温めるなら、ネギと醤油かけてからラップなしで温めてるといいかもしれませんということでございますよ。なるほど、それ僕気づきませんでした。そうですよね、レンジで温めるなら、その先にネギと醤油をかけてからチンする、そうするとなんか染み込みそうでございますよね。それは全く気づきませんでした。ですので僕はやるならそれというところを思った次第でございます。やるならそれってですよ、ですよ、どうせやるならそうしたいなって思いました。ですからレンジでチンするならそうですね。でもそうなんです、さらにいただいてます。それがお心遣いあるお言葉でございます。そうなんです、でもネギ嫌いなんですね、なので無理しないでくださいということでして、僕確かにネギ嫌いなんですけど、まあまあちっちゃなちっちゃな刻みネギなら大丈夫、むしろあったら美味しく感じるということもありまして、ちょっと入手しようかなとは思ってます。でもそうなんですよ、到着するのが多分1週間後くらいになっちゃいます。ですので忘れた頃に急にやるかもしれませんとのことでございますから、ネギとお醤油をかけて油揚げを食べる、これをちょっと試してみたいなっていうのを僕は考えております。もうですので、そうなんですよ、何かお夕飯コーナーで、でもちょっと量的に物足りない、そんな感じはしますよね。もしかしたらこたつ猫さんはお酒を飲まれる方なのじゃございません？僕の予想ですが、ちょっとお酒のおつまみに合いそう、そういうような感じがいたしましたよ。はい、お酒のおつまみに合いそうって、なんとなくそんな雰囲気しますよね。特にオーブンで焦げた感じのその油揚げが、はい、とってもとってもお酒に合いそうで、僕はお酒は飲めませんから、はい、お酒のおつまみっていうとピンとこないのですが、でもそうなんです、ご飯のおかず、でもご飯のおかずにしたらちょっとやっぱりそれももうちょっとパンチが欲しいかなっていう感じもしますよね。やっぱり、はい、お酒のおつまみに合いそうっていうところを強く感じました。ですからお酒のおつまみにしていらっしゃるんじゃないかなって、僕の予想ではこたつ猫さんはお酒を飲まれるお方
というところで睨ませていただきました。どうですか？当たってます？当たっちゃいました？というところでございまして、はい、もうもういっぱいいっぱいお気遣いもいただき、そしてなおかつそうしたレンジで使ったら、はい、先にネギと醤油がいいんじゃないのかなっていうところまで教えくださってありがとうございます。そうなんですよね、こたつ猫さんはやっぱりいっぱいいっぱい僕のことすら考えてくださるんです。はい、僕の言ったことを汲み取ってくださって、そしてこうすればどうかなみたいなことまでですので、そうなんですよ、いろいろお答えもくださいますし、そしてアイデアもくださいますし、でただただありがたいばかりでございます。そんなお心遣いのこたつ猫さんに改めてありがとうを言わせていただきます。ありがとうございますって。そしてそしてです、そしてそして、はい、揚げをピザ生地の代わりにするレシピありますよね。やったことないですが、ということで揚げをピザ生地、これまたこれまたこれまたですね。なるほどなるほど、じゃあじゃあチーズを乗せて、そしてケチャップをかけてレンジでチン、これもアリ中のアリ、そんなような気がいたしました。いやいや、普通に美味しそうに思いますよ。はい、そう思います。揚げを使ったいろんなレシピあるということで、ちょっとじゃあ僕ここ最近揚げにこだわってみようかと思いますよ。はい、ここ最近、また1週間後ぐらいになっちゃうかと思いますけれども、はい、ちょっと揚げレシピっていうのを模索したいと思います。揚げレシピ、はい、これは僕の中でお豆腐に次ぐ食材としてちょっと利用しようかなって思ってます。実際のところお豆腐イコール揚げですからね。お豆腐好きの僕には揚げはいいんじゃないかって思いましたよ。とのことでして、揚げレシピを、はい、今後お夕飯コーナーでちょいちょい多めに取り入れるというところを宣言させていただきます。というところでございまして、あとはあとは、はい、ではでは、今日も素敵なことがありますようにということで、お便りいただけた時点で素敵なこととなりましたというところを言わせていただいて、はい、こたつ猫さんからいただきましたお便りでございました。ちょっとかみかみ具合がすみません、かみかみ具合が、急に舌がもつれ出しましたよ。はい、急にすみませんね、本当に。そういうところでございまして、改めましてこたつ猫さん、素敵なお便りをありがとうございます。いつもいつも本当にこちらのことも考えくださってありがたいばかりでございます。というところでございまして、いただきましたこたつ猫さんのお便りでございました。それではそれでは、お次のお便りさんに行きましょうか。はい、行かせていただきますね。行きますよ。じゃん、ペンネーム、かなでりんさんよりいただきました。かなでりんさんことりんさん、またまたお便りありがとうね。りんさんもりんさんでエブリデイエブリデイくださいまして、お便りがすごいすごい山のようで、僕はてんてこまいながらも嬉しいですから。そうなんです、まるで人気者になれたようなそんな気持ちにもなれます。ということでございまして、りんさんありがとうございます。本日もそれではもうもう早速読ませていただきたいと思います。いきますよ。じゃん、こんばんにちは。今日も
配信お疲れ様です。はあ、リンさんこんばんにちは。今日もお便りありがとうございます。いつもいつもくださるお便りが本当に情報満載で僕はびっくりしております。では本日もいただきましたその情報がどういうものかとってもとっても気になりますので、引き続き読ませていただきたいと思います。じゃん。今日もコンビニや薬局でキホニャのアイスを探して三千里していたのですが、全くありません。どういうことなのでしょうか。はい、発売日付近は手に入らないのは分かっているのですが、ですがですよ、どうしても食べたくて食後の運動を兼ねてお外に出てしまいます。ないのは分かっているんですけどね、つい探してしまうのです。さて、新しいアイスの情報まだまだ出ますよ。おほにゃよー乳業から新作アイスバーザ・ディープシーホニャーメル、はい、ディープホニャラメルが10月1日より全国で発売。ほろ苦くねっとり食感が特徴のビターキャラメルアイスにブラックココアクッキーを混ぜ込み、さらにスパイス風味のキャラメルアイスで包んだ2層タイプの大人のキャラメルアイスバー、価格216円、かっこ税込み、かっこ閉じが発売されるようですよ。パッケージなんだかすっごく美味しそうでした。濃厚そうで、あ、そうそう、謎の荷物は何だろうな案件ですが、無事に解決しております。友達の入院のドタバタですっかりお伝えするのを忘れておりました。荷物の中身はシーホニャップのマスクの部分の交換の荷物でした。え？シーパホニャって何？って声聞こえてますよ。私以前お話ししたと思うのですが、いびきをかいちゃうタイプの睡眠時無呼吸症候群でして、それの治療をするためのフィルターや呼吸器時のマスクなどのほぼすべてのパーツが新しく届きました。シーホニャップ太っ腹だな。まあ利用料そこそこかかってるからですね。毎月5000円程度かかってます。これでも保険診療になっているのでこの料金ですからね。さて今日のお便りこのくらいにしておきましょうか。寝起きでお便り書いてるのですが、お目目もしょぼしょぼしてまいりました。リス君どうか明日も元気いっぱいのお姿を見せてくださいね。ではでは、という内容でして、たどたどしくてすみませんですから、すみません、もういろんな言葉がちょっと難しい言葉があったっていうところも僕は引っかかっちゃった理由と言わせていただきます。そうなんですよ、はい、いろんな横文字だらけでございましたよね。横文字だらけで皆様ご想像つきました？これまたこれまた、とりあえずそうなんですよ、もう僕の中ではその全然想像できておりません。ですから冒頭から振り返らせていただくことで想像しつつ、はい、読ませていただきたいと思います。じゃあいきますよ。まずそうなんです、今日もコンビニや薬局でキホニャのアイスを探して三千里していたのですが、全くありません。どういうことなのでしょうか。ということで、どういうことなんです、本当に。そうなんですよ。ですからそれってもしかしたら地域限定とか、もしくは超絶期間限定とか、そういうことはありませんよね。
地域だったら困っちゃうっていうところはありました。ですのでものもう一回そうなんです、スタッフさんにお願いしようかなとは思ってますが、もうそのそうですよね、またまた新しい情報が入ってますし、その後に見に行くというところでいいかと思いますよね。その後に見に行くで、そうなんです、そうなんです、昨日もいただいちゃいましたしで、ですからもうちょっとしたら見に行くというところを、はい、スタッフさんにお願いしたいと思います。なかなか見つかりませんね。どうなんでしょうね、もしかしたらお値段が高くてコンビニでは扱わないっていうところもあったりしますかね。どうなんでしょうね、そういうのも気になりました。そしてはい、発売日付近は手に入らないのは分かっているのですが、ですがですよ、どうしても食べたくて食後の運動を兼ねてお外に出てしまいます。ないのは分かっているんですけどね、つい探してしまうのです。それは良くないですか、かなり。はい、食後の運動がてらっていうのは僕は素敵なことだなって思います。はい、お探しになるプラス運動になるとのことでして、僕はそれでしたら探されるのはいいかなってとっても思いました。はい、僕みたいに全然表に出ないだと本当に運動不足で困っちゃいますからね。ですから、はい、ちゃんと運動がてらそうして探しに行かれるっていうことは僕の中では賛成でございます。ですからリンさんは探されていいんじゃないかなって思いました。ですのでまた見つかったらぜひとも教えてくださいね、というところでございまして、さらにはですよ、そうなんです、またさて、新しいアイスの情報まだまだ出ますよ。おほにゃよ乳業から新作アイスバー、 ディーホニャキャラメル、はい、そうです、ザ・ディーホニャキャラメルでございますよ、が10月1日かっこ火曜かっこ閉じより全国で発売。ほろ苦くねっとり食感が特徴のビターキャラメルアイスに、まずはい、これも情報型だと思いますよ。ビターキャラメルだけにしておけばいいところをもうプラスアルファいっぱいいっぱいつけるのは企業さんの作戦だと思いますね。そうですよね、企業さんはとにかくどうやったらその美味しさを美味しそうに伝えられるかっていうところをすごい試行錯誤していらっしゃいます。ですから今のでどうです、お分かりになっていただけました、このもうねっとり食感が特徴のビターキャラメルアイス、はい、まあ結局のところビターキャラメルアイスでございますよ。ビターというところはまあそうですよね、ちょっと苦めっていうところでございましょうか。ほろ苦くねっとり食感が特徴のビターキャラメルアイスにブラックココアクッキー、ブラックココアクッキーでございますよ、ブラックココアクッキーですね、はい、それを混ぜ込み、さらにスパイス風味のキャラメルアイスで包んだ2層タイプの大人のキャラメルアイスバー、価格216円かっこ税込みが発売されるようですよ。パッケージなんだかすっごく美味しそうでした、濃厚そうで、ということでございまして、皆様ついてこられました、はい、もう想像できました、結構そうですよね、複雑なご表現がされてましたよね。そうなんですですから、それはキャラメルアイス、そして
ブラックココアクッキーというところでサクサク食感を想像できますよね。はい。そしてホロニアタイプで、じゃあ結構そのキャラメルアイスって比較的甘すぎる、そういう傾向があるんですよ。はい。僕の経験上キャラメルアイスってちょっと甘すぎが目立つみたいなところが、だってまあキャラメルアイスでございますからね。一般的に考えたらやっぱりちょっと甘めが際立つっていうのはむしろ当たり前ぐらいだと思います。ですのでそこをほろ苦い感じで、はい、ほろ苦くねっとり食感というところに、なりますと、やっぱりちょっと甘さ的には、はい、甘さを打ち消すかのようなほろ苦さ、これにより僕の中ではもしかしたらキャラメルアイスの中でもちょっと美味しそめみたいな感じを感じ取りました。そうなんです、そうなんです。ですからこれは美味しそうっていうところを僕の中で思いました。はい。キャラメルアイスの本当にその甘さ際立つところをちょっと抑えてくれるんじゃないかなみたいなところで、ですからその大人のキャラメルアイスバー価格216円ですよ。216円、やっぱりお高めというか、最近のアイスは全部お高めというところで僕の中では苦しいのでございます。何せアイス1個買うだけで僕のお湯半分ぐらいですから、はい、お湯半分ぐらいの値段しちゃってますから。だからといってアイス1個だとお夕飯としては物足りないのでございますよ。そうなんです、そうなんです。ですからお夕飯分のお値段するのに1個じゃ足りないというところでございまして、ですから2個ぐらいを食べることによって破格の値段になるわけですよ。僕の中ではそういうところございまして、これはなかなかまた高いなっていうところを思いました。そもそもピホニャあるじゃないですか。ホニャの、はい、ピホニャ、ホニャのあるじゃないですか。なんて言うんですか、台形のピホニャ、はい、爪楊枝みたいなもので刺して食べるアイス、はい、あるじゃないですか。あれが100円じゃないのが僕にはびっくりなのでございますよ。100円じゃないのがびっくりなので、はい、そうなんです。あれが100円だったのはいつまでなんですか。もう今170円くらいになってません？そんな、まさかピホニャがそんな値段になるというところで僕ものすごいびっくりしてますもん。はい、そうなんですよ。あれ美味しいし、そしてお手頃で、だから買うのに170円くらいしたら、そんなするのみたいになるわけですよ。ですので僕の中ではピホニャは高すぎることになっちゃってるなというところをすごい感じたのでございました。ですからもうちょっとアイスって安くならないのかなっていうところでも、もう物価がいろいろ関係してるんですよね。仕方ないんですよね。というところでして、そうなんです、企業努力さんをされていらっしゃってその値段っていうところは感じるばかりではございました。ということでして、皆様、はい、ぜひともこのパッケージのすっごく豪華な感じ、はい、美味しそうな感じのザ・ディーホニャキャラメル、はい、これをぜひともよろしくお願いいたします。僕もチェックチェックをいたしますというところでございまして、皆様も紹介していたの食べてみたよ、
っていうことございましたら、ぜひともあのご感想とか教えてくださいね。キホニャのアイスも入手された方いらっしゃいましたら、ああ売ってたよ売ってたよあの場所でみたいなこともお教えくださいね。ということでございまして、そしてそしてでございますよ。そしてそして、はい、あ、そうそう、謎の荷物はなんだろな案件ですが、無事に解決しております。友達の入院のドタバタですっかりお伝えするのを忘れておりました。荷物の中身はシーホニャップのマスクの部品交換の荷物でした。え、シーホニャップって何って声聞こえてますよ。私以前お話ししたと思うのですが、いびきをかいちゃうタイプの睡眠時無呼吸症候群でして、それの治療をするためのフィルターや呼吸器時のマスクなどのほぼすべてのパーツが新しく届きました。シーホニャップ太っ腹だなというところでございまして、そういうところなのでございますか。すごいですよね、ちゃんと新しいのをくださるって。それ思いましたよ。でもただしながらその後ですよ。はい、そうなんです。まあ利用料そこそこかかってるからですね。毎月5000円程度かかってます。これでも保険診療になってこの料金ですからね。ということでして、毎月5000円でしたならばそれくらいはしてほしいなっていうところはありました。はい、それくらいはっていうような、そんな気持ちにはなっちゃいました。5000円って言ったら相当ですよ。はい、これは相当な出費になります。はい、あの年間にするともうびっくりしちゃいますよね。となりますので、本当にこれは手厚くちゃんと、はい、していただきたいなっていうところが強く思うお値段だとは思いました。ですが睡眠時無呼吸症候群ということでございまして、はい、もうそれならばそういうのはもう本当にそうなんですよ。ちゃんと部品交換されていただかないと怖いですからね。そういうところが思いまして、ちゃんとそういうのも対応していただけてよかったなって思いました。はい、よかったなって。5000円払っていたらやっぱりそういうのあって叱るべきと、そういうようには僕の中では思っちゃいます。それほど超絶高級なお値段ですということでして、これは大変な出費だなと思いつつ、はい、もうリンさんのご無事をもう確保するためのものですから、それは仕方のない出費というところでございまして、仕方がないにしてもすごい、もうお金かかっちゃうなというところでございまして、はい、ただただ出費をなんか心配しちゃうのでございましたというところでございまして、とにかく新しい部品になってよかったなって思いました。はい、それでより一層心地よく睡眠が取れるようになるといいなって思います。というところでございまして、あとは、はい、そうなんですよ。さて、今日のお便りこのくらいにしておきましょうか。寝起きでお便り書いてるのですが、お目目もしょぼしょぼしてまいりました。リス君、どうか明日も元気いっぱいなお姿を見せてくださいね。ではでは、といただきまして、改めましてかなでりんさん、お便りありがとうございます。最後まで僕へのやっぱりお心遣いが本当にありがたいばかりでございます。僕は、はい、今日もそして明日もとっても元気に過ごすことができるような、そんな気持ちになっております。ですので、こうしてお便りをいただけて、僕は皆様からお便りいただけて、なんだか本当になんて言うんですか、こう勝手ながらですよ、
僕の勝手ながらこの愛を感じるなっていうのを僕の勝手ながらに思っちゃうのでございました。本当に勝手ながらでございますよ。すみません本当に。ですのでこうしてお便りくださいまして、改めましてありがとうございますと言わせていただきまして、じゃあじゃあかなでりんさんからのお便りでございました。はい、もうもうそういうところでございまして、そうなんですよ、だいぶ深夜にお便りございましたからね。ですのでちょっと夜に目覚めてしまわれたというところでございましょうね。寝起きっていうところで、またすぐにしょぼしょぼってなられてすぐに眠られたのならばよかったなとは思いますけれども、でもやっぱり睡眠っていうのは朝まで起きずにいられるっていうところがいいですよね。そうなると理想的だなって思います。僕も結構真夜中に起きちゃったりするんですよ。ですからもう変な時間に起きちゃったよっていうところでちょっとはい、それが嫌だったりするんです。ですからもうぐっすり朝まで眠りたいなっていうところを思ったりいたします。僕もなんか何かしらあるんですかね、何かしらの症状が。そこら辺わかりません。結構頻繁に夜中に起きちゃいます。はい、そういうところあります。はい、とのことでして、なんとなくそうなんですよ、やっぱり睡眠はしっかり取れるのが理想的だなと思いつつ、じゃあじゃあお次のお便り様に行きましょうか。行きますよ、行かせていただきますよ。じゃあじゃあ行きます。じゃん、ペンネーム美香さんよりいただきました。美香さん、お便りお久しぶりにありがとうですかな。美香さんもお便りをくださいまして、もう僕はお便り三昧でこんなにハッピーでいいのかなってちょっともう心配にすらなりますからというところでございまして、こんなにもお便りたくさんたくさんいただいちゃいまして、もうなんだか明日とかないんじゃないのかなっていうような、そんな気持ちにすらなります。はい、そうなんです。そして美香さん、お便りありがとうございます。もう早速読ませていただいてからコメントをしていきたいと思います。それでは読ませていただきますね。じゃん、引きこもりさんこんにちは。はあ、美香さんこんにちは。今こんにちはをちょっと遅れてすみません。もう今はい戸惑っちゃいましたよ。そうなんです、そうなんです。それにしてもですよ、皆様はちゃんと最初にご挨拶をくださる、これが僕の中では結構不思議なんです。はい、そうなんです、そうなんです。ご挨拶って文章の中に混ぜ込んだりいたします。僕は結構入れ込まない側かもしれません。そうなんですよ。ですから皆様がいつもご丁寧だなってすごい感心するんです。すごいな、皆様はご丁寧でっていうところで、そして美香さんこんにちは、どうか本日もよろしくお願いいたします。お便りくださいましてとってもとってもハッピーな僕でございます。そういうところでございまして、ではではどのような内容か読ませていただきます。じゃん、こちらはもうすっかり秋で、秋を通り越して肌寒くなってきました。でもお散歩中に野生のリスと出会うたびに引きこもりさんを思い出してほっこり温かい気持ちになっています。前回お便りを送った時にドイツでおすすめのソーセージはとのご質問をいただけたので、メットグルスト
というソーセージが私は一番好きだと回答させていただきます。うまく説明できないのでウィキペディアより。レッドブルスとは漬け込んだり燻製したりして保存処理を施した生の豚ひき肉レッドから作る風味の強いドイツのソーセージであるとのことです。生の豚ひき肉ということで食べれる人と食べれない人に分かれるのですが、私は大好きでよくパンに挟んだりスープで煮込んだりして食べています。この間アニメーション制作担当のトッシーさんの X のアカウントでドラマティックエンターテインメントダイアリーアニメーション2024年9月編を拝見したのですが、作り込まれたアニメーションにすごく心がときめきました。人物が動く上にカメラのアングルが回ってるんですよ。本当にすごいです。尊敬します。そして引きこもりっさんが表紙の雑誌がアニメーション内にあって、私はもう購入したくてたまらないほどときめきました。最近ジャムキッチンのホームページで引きこもりっさんのグッズが買えると知って、海外発送サービスについて調べています。推しのキャラクターがいるってなんて嬉しいことなんだろうと日々とても幸せです。毎回長々とお便りを書いてしまうので的確にと心がけたのですが、それでも長くなってしまったらすみません。季節の変わり目は体調を崩しやすいので、引きこもりさんそしてスタッフさんたちもお体ご自愛くださいませ。いつも素敵な放送をありがとうございます。ということでございまして、こちらこそが素敵なお便りをですから、ありがとうございます。ミカさん、もう隣で、はい、隣というか、はい、もうなんていうんですか、画面外でスタッフさんが嬉し泣きしておりますよ。はい、嬉し泣きで、そういうところを言わせていただきたいと思います。まずはちょっと振り返らせていただきますね。するとはい、もうこちらはすっかり秋で、秋を通り越して肌寒くなってきました。ちょっと噛んじゃってすみませんね。本当にもう肌寒いっていう感じですよ。でもお散歩中に野生のリスと出会うたびに引きこもりっさんを思い出して、ほっこり温かい気持ちになっています。ということでございまして、野生のリスさんと出会うのでございますか。もうすごいな。なんか生活全般が僕の中ではおしゃれ、そんなような気がいたします。そうなんです。もうこれは言っちゃっていいんですもんね。そうなんです、ドイツっていうことを改めて、はい、すみません、もう一回言っちゃいまして、はい、ご存知のない方はそうなんですよ。ミカさんはドイツで暮らしていらっしゃって、そして野生のリスさんに出会って、はい、お散歩される、そんな生活がただただおしゃれ上級者さんですよというところを感じます。はい、ドイツのリスさんですか。言葉通じるのかな。やっぱりドイツ語さんなんですかね。どうなんでしょう。なんか僕よりもシュッとしてる、そんなリスさんを想像しちゃいました。というところでございまして、ドイツに住んでいるリスさんたちはやっぱりなんかちょっと僕よりおしゃれ気味、そんなような印象を受けます。そしてですよ、そしてはい、前回お便りを送った時に、ドイツでおすすめのソーセージはとのご質問をいただけたので、レッドブルストというソーセージが私は一番好きだと回答させていただきます。いただきましたよ、これ。
皆様ご存知です？ネットプルスト、ネットプルストでございますよね。ネットプルスト、もう全然知りませんもーと言わせていただきたいと思います。はい、本当に初耳中の初耳、もう本当に、なんて言うんですか、例えばタコさんとか、あとはシャウホニャッセンとか、はい、そういうのとか、あとは何ですかね、あとは粗挽きポークとか、はい、もう全然違います。そういうんじゃないっていうところですよ。もうネットプルスト、これどうなんですか。僕はもちろん知識がないので、はい、もう世の中の知識がないのでめちゃくちゃ知りませんが、これご存知の方いらっしゃいます？このネットブルスト、ご存知の方いらっしゃいまして、ネットブルスト結構メジャーだよっていうところございましたならば、僕に教えてください。これがメジャーなのかどうなのか、僕は知りたいところでございます。ですので、ネットブルストっていうところでございまして、ネットブルストって僕は思いました。はい、もうむしろちょっと読めないぐらいだったのでございますよ。はい、ちょっと読めないぐらいですので、それうまく説明できないので、ウィキペディアよりネットブルストは漬け込んだり燻製したりして保存処理を施した生の豚ひき肉ネットから作る風味の強いドイツのソーセージであるとのことですでございますよ。ネットブルスト、ということはもうドイツのソーセージ、ということはドイツ独特のそうしたソーセージなのでございますよね、多分。ですからあまりというか、多分日本では聞いたことなくて一般的というところで大丈夫ですよね。知らなくて当然みたいなところで、というところを僕は勝手ながらに思いました。というところでネットネットですよね。ネット。その生の豚ひき肉のことをネットって言うんですね。ネットから作る。ネット。ネットっていう言葉もやっぱり聞いたことないですよね。はい。そういうところございまして、すごいな、これは。もう、本当にドイツに住まわれてるからこそご存知である。そうしたソーセージ。ということでございまして、僕もちょっと検索してもしショッピングのところでアホニャゾンで、はい、アホニャゾンでちょっと調べてみてあるかなっていうのを見てみたいとは思います。そしてはい、ちょっと喉が枯れてきましてすみませんね。そうなんですよ、生の豚ひき肉ということで食べれる人と食べれない人に分かれるのですが、私は大好きでよくパンに挟んだりスープで煮込んだりして食べています、とのことでございまして、そうなんでございますね。やっぱりこれはドイツの方でも食べれる人と食べられない人、もう噛んじゃってすみませんに分かれるということでございまして、間違いないのでございましょうか。ドイツの方でも分かれるということで、だとするとよっぽどこれはそうですよね、風味がなんて言うんですか、風味の強いって書いてありましたから、はい、書かれていらっしゃいましたので、風味これ結構
構な強さなんでございましょうね、多分。ですからなかなかこれは通中の通というような僕の中では思っちゃいました。でもその生のひき肉というところでございますから、食パンに挟んで食べてそのサンドイッチにするっていうところでなんとなく合いそうっていうような感じはいたしました。そしてそれだけで食が進む、風味が強い分っていうような感じがいたしました。美味しそうな感じはしますけれどもね、どうなんでしょうね。でもやっぱり分かれる、多分ドイツの方でも分かれるっていうところがあるとしたら、結構な本当に癖のあるような印象を僕は受けている次第でございます。結構な癖のあるというところで、はい、とのことでして、レッドブルストでございますね。じゃあこれ、はい、こちら、はい、もう僕は、はい、いつか食べてみたいラインナップのライブラニーに入れさせていただきます。いつか食べたいソーセージレッドブルストというところでございまして、皆様ももしも食べたことございましたならば、あるよっていうところ、確かに癖あるねとか、そういう情報もお待ちしておりますからね。そしてでございますよ。そしてこの間アニメーション制作担当のトッシーさんの X のアカウントで、ドラマティックエンターテインメントダイアリーアニメーション2024年9月編を拝見したのですが、作り込まれたアニメーションにすごく心がときめきました。人物が動く上にカメラのアングルが回ってるんですよ。本当にすごいです。尊敬します。そして引きこもりすさんが表紙の雑誌がアニメーション内にあって、私はもう購入したくてたまらないほどときめきました。もうありがたいのですよ。そんなにおっしゃってくださいまして、もう本当にとっても人気薄なアニメーションですけれどもね、はい、それは思いますが、はい、それは思いまして、スタッフさんが、はい、もうこれカメラを撮影しながら、はい、もう嬉し泣きに泣いております。嬉し泣きに泣いて、そうなんですよ。もう本当に人気がなくて、これもう月に1回作ってるけどどうしようって思っているところに、はい、リンさんが期待してますよというところを言ってくださってくださいましたので、もうギリギリ続けてる、そんな苦しいアニメーションなのでございました。にもかかわらずそうしておっしゃってくださって、ただただ嬉しいですからねというところを言わせていただきます。ですのでもう本当にニカさん、ありがとうございます。ご覧になってくださったばかりか、本当にそうしたお言葉をくださいましてというところでございまして、もうそのアニメーション、はい、じゃあ次回もっと頑張らなきゃっていうところをスタッフさんは心に決めたというところをここでご報告させていただきます。ですのでまた次回も来月もありますが、お付き合いいただけますと嬉しいばかりでございました。そういうところでございまして、あとはでございますよ。はい、あとは最近ジャムキッチンのホームページで引きこもりさんのグッズが買えると知って、海外発送サービスについて調べていますということでございまして、もう海外の発送ができずに申し訳ございません。お気持ちがめちゃくちゃ嬉しいですから。
そうなんですよね。本当にもう海外に発送でもしようものならば、もうマイナスがものすごいことになると思います。はい、マイナスが、はい、そういうところは思いまして、本当に海外発送はできなくて、もう申し訳ございませんというところでございまして、そのお気持ちが嬉しいのですよ。そしてそうなんです、そうなんですよ、そのアニメーション内でも引きこもりすさんの表紙の雑誌があるっていうところを、そこまでちゃんとご覧になっていただいて、もう本当に全てが全て感謝で包まれるばかりでございます。もう本当にいっぱいいっぱいご覧になってくださいまして、ありがたいばかりでございます。はい、これこそが作りがいがあるっていうところでございますよね。本当にそういうところは強く思っている次第です。ですのでニカさんにこうして、はい、そうですよ、ニカさんは本当にCG もゲームも作られる、もうリアクションを間違えちゃいましたよ、作られる方でございますから、そうした方にそうしたまた素敵なお言葉をいただけると、より一層本当に励みがもう増すばかりなのでございました。ですから、しかも本当にご購入までお考えくださり、ただただありがたいばかりでございます。もうただただでございますよ。本当にそれ思います。ですのでお気持ちをもう強くいただけまして、もう本当に海外の方にもぜひとも手に取ってはいただきたいなとは思いつつも、本当にもう海外へそういう発想ができなくて、もう嘆くしかございませんことすみませんというところを言わせていただきたいと思いました。はい、そうなんでございますよ。そしてでございますよ。そしてちょっとだけメンテナンスタイム。はい、戻ってきました。はい、戻ってきましたよ。やっぱり今日もすごい時間になっているというところでございますよ。はい、もうすみません、本当にもう僕の言葉がちょっと多すぎるんですよね。皆様の言葉を、はい、的確に、そしてスピーディーにというところでございまして、スピードアップで本当にお届けしなきゃいけないって思いました。はい、そういうところでございましての、手そしてですよ、推しのキャラクターがいるってなんて嬉しいことなんだろうと、日々とても幸せです。あー、ミカさん、もう本当に僕はどれだけありがたいんだか。もう僕はそろそろもう天に召されるんじゃないかなっていうような、そんな気にすらなってきました。こんなにいいことがあり続けて、ちょっとこれ心配ですよ。何が起こるか、何かもう次悪いことしか起こるはずがございませんもん。いいこと続きなことってありませんからね。いいこともあれば悪いこともあるというところでございまして、絶対何か起きますよ。ああでもそうでした、ちょっと怪我したんでした。はい、僕もちょっと怪我したんです。はい、そういうところもありますから、じゃあ怪我した分、その分ちょっとはプラスマイナスゼロになるのかなっていうところを感じまして、こうして、はい、もう押していただけることが、もうただただ僕の中では
感動的なのでございます。押してくださりありがとうございます、ミカさん、というところでございまして、そしてそしてでございますよ。そしてそして、毎回長々とお便りを書いてしまうので、的確にと心がけたのですが、それでも長くなってしまってたらすみません、というところでして、全然です。はい、もう非常に的確に、そして僕の疑問にもお答えくださりありがとうございます。もうわからなくなっちゃいましたよ、僕今。はい、そらんじてみようと思いましたのに、ソーセージのお名前見ないとやっぱり出てこないっていうところで、はい、そうなんです。ネットじゃなかったですか。ネットじゃ、ネットブルスト、そうですよね、ネットブルスト。皆様も、はい、エンドアフタミーネットブルスト、ネットブルス、ネットブルス、リピートエンアフタミーネットブルス、ネットブルス。こういうのが時間の無駄だと思いますよね。そうですよ、長くなっちゃうのはこういう無駄があるからだと思います。もうすみませんね、本当にそういうこと言っちゃいまして、ということでございまして、ネットブルストを食べたことがある方は募集してますからね。はい、ネットブルスト、はい、ぜひともですよ、本当に絶対に僕は食べたことのある人の方がいないということを推察させていただきます。ですので食べたことのある方の方が珍しいと思いますので、お便りお待ちしております、というところでございまして、あとは季節の変わり目は体調を崩しやすいので、引きこもりさん、そしてスタッフさんたちもお体ご自愛くださいませ。いつも素敵な放送をありがとうございます、ということでございますが、素敵なのはミカさん含め皆様ですからね、と言わせていただきます。そうなんですよ、僕なんか何にも素敵なことできてませんよ。ですから皆さんから素敵なお便りをいただけるので、素敵に感じていただける、そういうところだと思います。そしてこの放送を通して皆様が皆様つながっていただけると、なんだか僕はその輪っかに入れたような気がして、とっても嬉しいのでございました。いろいろなお便りいただきましたので、こんなアイス、ああこの紹介されたアイス食べたよ、そしてネットブルスト食べたよ、というそんなつながりが、はい、皆様の中で生まれるといいなっていうところを僕は思うのでございました。はい、そういうところでございまして、改めましてミカさん、お便りをありがとうございます。とってもとっても僕はやっぱり楽しく拝読させていただきました。そして嬉しいお言葉もありがとうございます、とのとのことでございまして、ミカさんよりいただきましたお便りでございました。それでは行きましょうか、スピードアップで、はい、スピードアップで行きたいと思います。行きますよ。それでは僕の昨日の夕飯は、そうですそうです、何だったかな、はい、思い出しました、卵お豆腐でございます。そう言うと誤解があるかもしれませんが、ちょっと違います。はい、卵豆腐じゃなくお豆腐のっけ卵でございます。それというのもこちら、はい、お豆腐に卵焼きをのっけて、そして食べたのでございますよ。それをじゃあ名称としては卵焼きお豆腐、
想いたしましょうか。卵焼きお豆腐でございます。この卵焼きちょっと甘いというところでございまして、その甘みを使ってお豆腐を美味しく食べられることができた、そんな一品でございます。はい、お豆腐が多分この卵だけだと絶対的に足りないんですよ、量的に。もっとこの卵食べたいってなっちゃうところを、お豆腐と合わせて食べることによって無事にお腹はポンポコ、そして味わいも卵焼きの味わいがとっても感じられて美味しいというところで、はい、味とそして量、これを見事に調和させた一品だと思います。ですから皆様は、卵焼きだけだとちょっと少ないなという時にはお豆腐と合わせてみるというところを僕はおすすめいたしますね。ですから皆様、ぜひとも試してみてくださいね。でも僕、卵焼き確か2つ買った気がするんですよね。でも1つしかない。いつか食べたのかな、それとも1つしか買ってないのかな、というところでちょっと疑問が残っております。なんだろう、誰かに食べられた、そんな可能性とかありますか、というところでございまして、なんとなく最近冷蔵庫に入れてるものがだんだん勝手に少なくなっている、そんなような錯覚に陥っているような感じでございます。不思議な感覚ですよ。なんか忘れちゃうのかもしれません、僕って。はい、自分で食べてもそういうところありますからね。皆様もなんか勝手に冷蔵庫の中身が少なくなっている感覚、そういうのわかるよっていう方がいらっしゃいましたら、わかるわかるっていうところもいただきたいとは思いました、とのことでして、はい、僕の昨日のお夕飯とっても満足に食べることができました。美味しかったです。じゃあじゃあラスト行かせていただきますよ。お一言お便りコーナーに行きますね。じゃん、ペンネーム三ピアさんよりいただきました。三ピアさん、なんと三ピアさん、亡くなったと思ったお便り復活いたしました。うまくバックアップが取ってありました。ということで、はい、サンピアさんからいただいた新しいお言葉が消失せずに、はい、ちゃんと、はい、残っていた次第でございます。とにかく良かったです、ほっといたしました、とのとのことでございまして、そんな新しくいただいた数々のお便りの中から、はい、無作為で選ばせていただいた、そんな本日のお便りを読ませていただきたいと思います。じゃん、無作為って言ったけど絶対これ狙ったよねって思われても仕方がない、そんなお一言でございます。はい、そんなお一言で、何かと申しますと、まず冒頭は卵、はい、卵を英語で言うと卵で、卵でじゃないですよね、卵を英語で言うと何ですか、もうもうそうですよね、あれですよね、例えばスクランブルホニャとかありますよね、あとホニャマフィンとかもありますよね、あとはあとは何だろうな、あとは他にあるかな、スクランブルホニャ、あとはそうですよね、まあまあでもスクランブルホニャでわかりますよね、大丈夫ですよね。はい、卵を英語でということでございまして、もうもうどう考えてもここまで言って、もしも卵の英語
ってなられましたならば、ちょっとだけでも英語を知っていただきたいとは思いました。はい、それぐらいメジャーな英語でございます。それぐらいメジャーな、はい、というところでございまして、冒頭はそれ、そして語尾に僕をつけてください。そうすると本日の一言は完成とはなりますが、でもそうなんですよね、ちょっとサンピアさんの中ではひねっていらっしゃいます。はい、それはご覧になってからのお楽しみというところでございまして、そうなんです、言葉自体の説明はそれで完成でございます。はい、その2つをつなげてくだされば、はい、もう正解でございます。ですので、はい、あとはそれをどう工夫してあるのか、それはぜひとも本編をご覧になって確認していただきたいなって思いました。ということでございまして、よろしいでございましょうか。本日これをいただきましたことによって僕が思ったのは、僕は、はい、卵好きというところでございます。はい、僕の肌の色がちょっと卵焼きっぽいのも、やっぱりそれが大好きだからかもしれませんね。というところでございまして、行かせていただきましょうかね、サンピアさんのお一言。それでは行きますよ。それではサンピアさんよりの一言どうぞ。グーディー